スマホで30秒、面倒な経費申請がスマートに完結。ビジネス D 経費精算。忙しいビジネスパーソンの皆さん、日々の業務で経費精算に多くの時間を費やしていませんか？領収書の束、手書きの精算書、そして複雑な手続き。経費精算はビジネスの現場で時間のかかる作業の一つで、ストレスを感じたことはありませんか？例えば、経理担当者が経費申請書を受け取って、領収書との整合性をチェックし、問題がなければ申請書に押印またはサイン。そして領収書と申請書を保管し、経費を申請者へ返金。このように申請者と経理担当者との間でのやり取りが増える場合があります。経費精算の際に領収書の紛失、申請書の記載ミス、そして領収書をデジタルで保管するためのスキャン作業といったトラブルも発生しがちで、また出張などでは多額の立て替えを行うことも頻繁にあります。でもその問題、ビジネス D 経費精算で解決できます。スマホで30秒、面倒な経費申請がスマートに完結。ビジネス D 経費精算。特徴その1、申請時の入力をほぼゼロに。領収書は OCR 機能で簡単に読み取り、Suica や PASMO の利用履歴もアプリで読み取れます。これにより支払い金額や交通費、経路などの面倒な入力作業が激減。スマホ1台で申請可能で、日々の経費精算作業が驚くほど簡単になります。特徴その2、電子帳簿保存法に対応し、紙の領収書の保管が不要に。経費の申請時に領収書の写真を撮るだけで OK。 原本の保管が不要になるため、領収書を探す手間や紛失のリスクをなくせます。これにより保管スペースの節約もでき、業務の効率化が図れます。電子帳簿保存法対応。もちろんインボイス制度にも対応しているので安心。特徴その3、法人カードがセットで付属。ビジネス D 経費精算ではプリペイドカードが付帯しており、カードで支払いをすると利用履歴が自動で取り込まれます。これにより申請時の入力ミスが減り、小口現金管理の手間も削減できます。精算のプロセスが一段とスムーズになります。ビジネス D 経費精算2つの利用シーン。利用例1、プリペイドカードでの支払い。店舗で利用したプリペイドカードの経費履歴、改めてデータをまとめる作業は意外と時間が取られるものです。ステイプルカードの購買履歴はスマホで確認でき、スマホで経費の申請ができます。スマホだけで完結できるので、パソコンを出さずに空いた時間で手軽に完了できます。電子帳簿保存法に対応しており、紙の領収書管理が不要になることで承認プロセスも楽々対応。利用例2、建て替えの経費精算。デスクにたまった紙の領収書、パソコンで入力するには大変な量だとしても、スマホで読み取るだけでデータ化、 OCR 機能により入力の手間もかかりません。さらに Suica や PASMO などの交通系 IC カードをスマホで読み取ることで支払い履歴を取り込むことができます。そして毎月払いの請求に対しても自動チャージ設定もできるので、うっかりチャージを忘れてしまうのを回避できます。ビジネス D 経費精算は経理担当だけではなく、同じ会社の従業員、経営者、それぞれの目線においても様々な課題を解決。 1ID1 ヶ月だけでも申し込み可能なので、気軽にお試しいただけます。 OK。 ビジネス D 経費精算。詳しくはドコモビジネスオンラインショップをご覧ください。ドコモビジネス。